エメリンは人ではエムド遺伝子に高度されるタンパク質である。エメリンは脊椎動物の角膜の内膜に存在する膜タンパク質でレムド酸と共通してレムドメインを含む。エメリンは心筋と骨格筋で高度に発現している。心筋ではエメリンは海在板内のアドヘレンスジャンクションに極在し細胞の張力の機械伝達や ベータカテニンシグナル伝達で機能しているようである。エメリンの変異は、X 連鎖列性遺伝する、疾患エメリードレフィス型スジジストロフィーの原因となり、心電動系の異常と、拡張型心筋症を引き起こす。名称は、アランエメリーに由来する。エメリンは、254残機のアミノ酸から、構成される、29.0ケガのタンパク質である。エメリンはセリンに富む。 タンパク質で N 末端には家電残機に近接して20アミノ酸の素水性領域が存在する。素水性領域はタンパク質の膜への固定に重要である可能性があり、家電した末端は細胞質側に位置する。神菌、骨格筋、平な目筋ではエメリンは角膜の内膜に極在し、その発現は骨格筋と心筋で最も高い。 特に心筋では、エメリンは海外湾内のアドヘレンスジャンクションにも存在している。エメリンはセリンに富む角膜タンパク質で、カクラミナ結合タンパク質ファミリーのメンバーである。エメリンは細胞骨格への膜の固定を媒介する。エメリードレフユス型スジジストロフィーは、X 連鎖型遺伝を行う変性型ミオパチーで、エムド遺伝子の変異によって引き起こされる。 エメリンを欠損したマウスの繊維目細胞は、聴力刺激に対して、機械需要遺伝子の正常な発言応答を誘導することができないことから、エメリンは、機械的シグナルの伝達に関与していると考えられる。神筋では、海外版のアドヘレンスジャイクションにおいて、エメリンは、ベータカテニンと複合体を形成していることが判明しており、エメリンを欠損した神菌細胞では、 ベータカテニンの細分布と介在板の構造や、筋細胞の形状の乱れが見られる。この相互作用は、GSK-3β によって調節されている、ようである。エメリンの変異は、X 関連型レッス遺伝するエメリードレフィス型、筋ジ,ジストロフィーの原因となり、この疾患は、アキレス腱、肘、あと首筋の早期硬縮、常識筋素筋と、下支縁因筋の筋力低下、 ほら除脈、PR 延長から完全な心ブロックに至るまでの心、伝動障害によって特徴づけられる。この疾患の患者では筋肉、皮膚の繊維目細胞、白血球を含む様々な組織でエメリンの免疫染色の喪失が見られるが、診断プロトコルはタンパク質染色よりも変異解析によって行われている。 ほぼすべての症例で変異によってエメリンタンパク質は完全に結出するか検出できないレベルにまで低下している。症例の約20%では XQ28 領域内で染色体の逆位が生じている。さらに近年の研究では機能的なエメリンが存在しないことで HIV-1 の感染力が低下することが発見された。そのため、 エメリー・ドレフュース型スジジストロフィーの患者は HIV-1 に対する免疫もしくは HIV-1 の変則的な感染パターンを示すと予想されている。エメリンは次に挙げる因子と相互作用することが示されている。ありがとうございます。